こういうタイプのジャージですよ。あ、これはね、これはもう割ともうだいぶ前から、トレンドボリテンに優勝したらないから、感覚がこういう出張でやったから、こちらの場で、ね、あ、これが私の原点でしょ、ね、体力と技がある、技は大人になったら体力を持っている、今和食がユネスコ文化遺産に、ユネスコ世界遺産に登録されてましたようにですね、日本の伝統文化というものに対して大変世界中から関心が集まっているのではないかと思っております。井上先生にはその先頭に立っていろいろ日本の陶芸の良さというものを世界各国の方々にご理解をいただけるようにご尽力を賜ればありがたいと思っております。伝統とは古いものを申すのではなくて、先人たちが受け継いだ技を正しく受け継いで、で現代の平成を作り、平成の伝統を作り上げていくのが我々の任務ですから、そういう点で、一つ頑張りたいと思います。今日のこういう感激を心に決めて精進に励みたいと思います。テープカットをされる皆様は左手でテープをお持ちになりまして、ハサミを入れるポーズでまだ切らずに構えていただきたいと思います。それでは人間国宝井上萬治展オープニングテープカットを行います。どうぞハサミをお入れください。ありがとうございました。皆様盛大な拍手をお願いいたします。常に新しいものを創造する、したものを提供するために制作したものを各こういう地方に同時にそれを展示するんです。だから常に我々はクリエイトする、創造する心と、それからチャレンジ、常に挑戦してそういう制作に励むという、それをモットーにしてやってるんです。